からの議論陳情報をやってみますね。まずはクラッチを組んで相手をクロスフィックスに捉えたシチュエーションから、足を自分の下側の足で相手の腕を絡めるように捉えてエビをして、相手の上半身に対して自分の体が壁になる角度を作っていきますね。この形ができたら次はですね、首に引っかかっている側の手を解除して、そのままタイトに脇の下に巻き込むようなイメージで首に引っ掛けていきます。この手はそのまま自分の上の足の内ももに引っ掛けてください。引っ掛けることができたらここから起き上がっていきたいんですけども、下の足が抜けないと起き上がれないので引っ掛かっている足を上の足に戻しますね。上の足が引っ掛けることができたら次はですね、自分の足を抜きながら脇側の手で肘を立てるように起きていきますね。この時腕では起き上がれないので、おでこをつきながらうつ伏せになるようなイメージで肘を抜いていきます。肘を抜くことができたら自分の両手を S クラッチを組んでいただいて、もしくは小指の外から抱えるクラッチですね。抱えることができたらそのままですね、首に対してプレッシャーをかけるようなイメージでお尻を突き出しながら脇を締めていくとギロチン効果が決まっていきます。